ジロデイタリア2009は2009年5月9日から5月31日まで行われたジロデイタリアとしては92回目の大会。1909年に開始して100周年の記念大会でもある。コースプレゼンテーションは2008年12月13日、ベネツィアのフェニーチェ劇場で行われた。スタート地点はベネツィアの沖合にあるリード島、ゴールはローマに設定されている。 また、ジロ100周年を記念して、マリア・ローザのデザインを、ドルチェガッパーナが担当する。前年覇者のアルベルト・コンタドールはツール・ド・フランスに備えるため欠場となったが、電撃復帰を果たしてジロ初参加となるツール7、連覇の巨人ランス・アームストロングが、リーバイ・ライプハイマーをアシストするという重厚な布陣で、アスタナチームは、チーム連覇を狙う。さらにダニーロ・ディルカ、 出場停止から復活のイバン・バッソ、2年ぶりのジロ参戦と、ナルダ・ミアーノ・クネゴ、最後のジロになるかもしれない。と語ったジルベルト・シモにステファノ・ガルゼッリと過去のジロ優勝者も集結。他にも、昨年総合4位のフランコ・ペ・リツォッティ、2008年ツール・ハッシャの、カルロス・サストレ、2005、2007年ブエルタ・ハッシャのデニス、メンショフなど100周年ジロにふさわしい強力なメンバーが、 マリア・ローザを争うこととなった。2008年、一気に頭角を表してきたマーク、カベンディッシュとこちらも出場停止から復帰してきた、アレッサンドロ・ペタッキの、新旧スプリンター対決にも注目が集まる。5月19日の、第10ステージは、当初、1949年のジロ第17、ステージで、ファウスト・コッピが5つの峠すべてをトップ通過して、 ステージ優勝したコースが使われる予定だったが、コース途中に崖崩れ等の可能性があることなどからルートが変更された。スタート地点とゴール地点は変わらないが、フランス国内には入らず、クーネオからピネローロへ直接北上した後、アビリアーナ、スーザ、ウルクスを経由、セストリエーレからは当初のルートを使用し、ピネローロにゴールする。 また5月27日の第17ステージはゴール付近に残る雪の影響でコースが短縮されることになった。第1ステージは3年連続となるチーム TT。第1走者のチームコロンビアイコールハイロードが優勝という少々波乱の展開で、初日のマリアローザはカベンディッシュが獲得。第2、第3ステージではペタッキが鮮やかな連勝で完全復活をアピール。 第3ステージ終了時には、マリアローザもダッシュした。初の山岳ステージ、山頂ゴールとなった第4ステージは、ディルーカが鮮烈なゴールスプリントで勝利。マリアローザは、僅差で、トーマスレブクビストのもとへ。続く、第5ステージも、山岳ステージ、山頂ゴール。今度は、メンショフが、ディルーカを抑えて、ジロ初勝利。ディルーカも、 念願のマリアローザに袖を通す。一方、クネゴ、アームストロング、ガルゼッリがこのステージで大きく遅れて、マリアローザ争いから脱落した。第6ステージでは、ミケーレスカルポーニが、鮮やかに逃げ切り勝ち。ディルーカはサンショージャージを独占する。第7ステージは21歳のエドバレド・ボアソン・ハーゲン。第8ステージは、カンスタンチン・シュートウト。 チームコロンビアイコールハイロード勢が2連勝。第9ステージは、ミラノ周回の華やかなスプリントステージとなる予定だったが、第8ステージでノッペドロ・オリリオの大事故、危険なコースレイアウトに対する選手の抗議から異例の勝負中止となる事態に、ステージ優勝を決めるためのスプリントをカベンディッシュが制したが、後味の悪い結末となった。チームコロンビアイコールハイロードは、 チーム3連勝。休養日明けの第10ステージでは、ディルーカが2勝目。前半の山岳を一人で逃げたガルゼリーが、マリアベルデをダッシュした。第11ステージは、ゴールスプリントでカベンギッシュが他を寄せ付けずに勝利。第12ステージは、今体開発の個人 TT。ジロシ上最難とも言われた、この難コースを、メンショフが制してついに、マリアローザをダッシュ。ここから、 イルーカとメンショフの壮絶な総合争いが幕を開ける。第13ステージはまたもゴールスプリントでカベンディッシュが圧勝。ツールに備えるため、カベンディッシュはここでリタイア。続く、第14ステージは3度目の山頂ゴール。最後の登りで逃げ集団から飛び出したサイモンジェランが2008年ツールに、続く、山頂ゴール制覇。第15ステージは、レオナルド・ベルタニョリが、 幸運も重なり逃げ切り勝ち。下鬼が大きく遅れて、マリア・ローザ争いから完全に脱落。第16ステージは一級三角二つをこなした後に、三丁ゴールという今大会屈指の難コース。残り 6.5km で飛び出したサストレが2008年ツールの、ラルプ・デュエズでの走りを彷彿とさせるような走りで、圧勝。ラスト 150m でスパートしたメンショフが、 ディルーカとのタイム差を39秒に広げる。ライプハイマーがここで遅れて、マリア・ローザ争いから大きく交代。休養日明け第17ステージは、ブロックハウスの山頂ゴールという8 3トルの短期決戦。残り1 5トルで飛び出したペッリ・ツッティが見事な走りで勝利。今度はディルーカが、面食との差を26秒に縮めた。逆に、 サストレが大きく後退。ライプハイマーは県外へ去った。第18ステージでは逃げ集団のスプリント争いでスカルポーニが2勝目。最後の山頂ゴールとなった第19ステージはサストレがまたも鮮やかなスパートで2勝目。メンショフとディルーカとの差は18秒まで縮まる。第20ステージは残り 1.5km で飛び出したフィリップジェルベールが グランツール初勝利。メンショフはディルーカとの差を2秒広げ、タイム差20秒で最終決戦へ。最終第21ステージはローマでの個人 TT、リトアニア TT チャンピオニンイグナタスコノバロバスがグランツール初勝利。メンショフが残り900メートルでの落ち者というアクシデントを乗り越えて、見事パベルトンコフ以来13年ぶりのロシア人チャンピオンに輝いた。 サイクリングニュース7月22日付記事 D ルカキブン2イヤーサスペンションフォージロセラドーピングサイクリングニュースありがとうございます